空母、随格に搭載された21号電探、環境トップの金網状の部分がアンテナ枠。二式2号電波単身儀1型は日本海軍の開発した艦艇搭載用の対空警戒レーダー。2号1型電単、21号電探などに略称される。陸上用の1号2型レーダーを艦載用としたもので、使用波長は1.5メートル。 戦闘出力5キロワット、測定は最大感度法、重量8 4 0ラム。アンテナはダイポールアンテナを4列3段や4列4段等に組み合わせ、後方と側方に網を張った長方形。アンテナの大きさは幅3 3 0 0トル、高さ 1830mm。1942年5月に戦艦伊勢に搭載されて実験が行われ、 短期の航空機は 55km、戦艦、日向を 20km で探知し、この成功により、兵器として採用された。実用型での探知距離は、短期で 70km、変態で 100km であった。当初は、アンテナと機器が一体となって回転していたが、後にアンテナのみ回転するように変更されている。ミッドウェイ海戦後に重要艦艇から搭載され6月。 コロの空母、昇格や巡洋型航空母艦と言われる、順次戦艦、航空母艦、巡洋艦の大型艦艇や、秋月型駆逐艦、君川丸などの艦船に搭載された。その後、小型軽量の1号3型が実用化され、対空レーダー整備の主力はそちらに移った。今まで整備された2号1型はそのまま装備されたが、中には、 秋月型駆逐艦のような対水上用である2号2型と交換した例などもあった。大和型船艦、武蔵は1942年10月中旬の大焼け、試みで21号電探を起動、水上偵察機を距離 80km で探知した。松井通信長は100ページの電探解説書を書いて、有馬薫武蔵艦長に提出、すると200部当者の命を受け、 急遽軍令部や各艦に配布したところ非常に好評だったという10月28日には最大メモリ 150km から 50km に切り替える現地改造を行い対艦水上レーダーとして砲撃訓練に臨んだ 15m 速距離の方が正確でありまた 46cm 砲発射の衝撃で故障してしまったその後の調整により 手砲発射の衝撃で危機器が故障することはなくなったと、される。山和開発物語239ページ、軍艦メカニズム図鑑日本の航空母艦、P292 による。日本の軍艦第3艦、P156 によると35海海戦の、損傷修理の際に搭載したのが、空母の最初とある。一方、日本の軍艦第4艦、 P34 から35の記述によると1942年7月に随格や巡洋型航空母艦装備が最初とされる。1943年夏に佐世保交渉で装備。日本の軍艦第四艦 P213 の写真解説による。大和開発物語241ページ。大和開発物語242ページ。大和開発物語244ページ。 大和開発物語246ページ。ありがとうございます。